35mm と APS-C と愉快な画角たちフォトンチスタジオ。はい、時刻は午後10時を回りました。お送りしているのは 35mm と APS-C と愉快な画角たちフォトンチスタジオです。開幕多分一発目から噛んだんで、多分今日の私の調子は悪いです。はい、うるさくしてすいませんでした。ダメだな、今日ダメだ、今日ダメな日だ。さあ本日も皆様、今週1週間どのようにお過ごししましたでしょうか。私は今の調子を見て分かる通り、今週はなんか踏んだり蹴ったりな日でしたね。はあ、悲しいな。なんかもう今週そもそもに何やったって言ったら、バイトしかやってないんですよ今週。そもそもなんか月曜日バイト、火曜日バイト、水曜日休みだったけど、水曜日急遽行けなくなったから入ってくれないと言われて、水曜日もバイト、木曜日もバイト、今日が休み、明日バイト、明後日バイトなんですよ。意味がわからない。一緒よかったな、月曜日が休みだったら。さあ、ということで、私しか喋ってないと私しかいないように思われますよ。ということで、皆さんこんばんは。35mm APS の愉快な画角たちのパーソナリティ、ゆうたむろんです。イエーイ。なんかいろいろ報告ありたんですけど、ちょっと今心落ち着かないで、後日。あ、じゃあ、また入って、その心落ち着くまで私が一人で喋っていきます。いや、よりまずは、じゃあ今度は、はい、はい、本日もミキサーに入ってますのは私、キャンノンでございます。イエーイ。よろしくお願いします。で、今日もゲスト来ておりますよ。じゃあゲスト紹介、自己紹介お願いします。はじ、めまして、こんばんは。こんばんは、こんばんは。で、写真撮っています、ジュンと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、で、今日から10月入りましたけど、はい、ね、やば、ちょうど昨日から満月があって、ちょっと撮りに行ったんですけど、一緒にジェイクと知念岬の方に撮りに行ったんですけど、いいっすね。最近ただ僕が撮るときに撮ろうってときに雨が降るんですよ。雨男についになっちゃったんですか。うん、ね、最近多くて、で、もう一回休憩かなんかもう終わろうかなときに鍵見事に張れちゃって、あら、で、今日も今見たんですけど、素晴らしいですね。そう、すごい中秋の名月ですね。いい天気ですよね。やっぱ今日ですよね、中秋の名月。今日か明日がメインとは聞いて、うん、うちの母親がずっと昨日って言うんで、うん、で、昨日ふちゃぎ、あ、ふちゃぎは食べてない、みたらし団子食べて、明日じゃないかなって思いながらこっち食べてたんですよ。やっぱ今日か明日メイン、うん、ですよね。まあ、でも満月ってまん丸の時よりも少し欠けてるぐらいの方が綺麗に見えますからね。うん、あ、さあ、まあ、ぜひぜひ10月もちょっと秋の季節が入って、匂いが、香りが来て、まあ、満月もそうだし、本当にね、10月30日は、はい、めっちゃ涼しくなってきた、ね、で、あと僕天文学が大好きな人間なんで、はい、満月を撮りに行ったって言ったじゃないですか、うん、月を撮るならおすすめは半月です、もしくは三日月です。へえ、その心は、うち、この夜と昼の境界線が見えるんですね。うん、その境界線のところが一番凸凹が出るんです。へ、クレーターとかのこの起伏が見やすい。へ、なので、天文的な写真を撮るときは本当は半月とかそういった三日月の方が綺麗に撮れます。へえ、初めて知った。満月だと平べったく映るんです。あ、確かにそれはすごい、光が強すぎて平面的にしか映らないんで、なんかこの 黒い画用紙に黄色いのペッて貼ったみたいな感じですよね。そうです、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 うまいですね。うん、やった、だってうまいって言われた、はい、なので次は三日月とか三日月半月の時にも撮りに行ってみてはいかがですか。なんかこの話ちょっともうちょっと長く聞きそうだから、一回その前に、うん、行きますか、一旦じゃあ行きます。一旦行きます。全然いいですよ、私が、はい、さらに話を続けようと思う、続かせきれるんで。いや、ちょっと時間稼ぎしてたんですよ。今日リクエスト聞いてないなと思って。ああ、はい、さっきチラッて聞こえたんですけど、手紙って言ってましたよね。はい、HY の手紙でいいですか。そうですね。あ、じゃあもうバッチリです。いやー、さすがだ、すげー。ということで、はい、準備整ってますので。お願いします。お願いします。曲送りの方を。曲、リクエストした人が言うっていうあれなんで、はい、お願いします。はい、じゃあ HY で手紙。ちょうど10月17日に、名古屋にキャンプ行くんですけど、まあ、目的キャンプもあるんですけど、星空か月を撮ろうかなって。いい、その時3年半月ですか、どうなんですか。調べてあっちに書かれてますよ、17、17、綺麗に新月です。新月だと最後の
あの天の川を通る予定で。これ眼鏡私できつけてませんでしたっけ。あ、でもがっつり同意ですよ。私だからすごい。眼鏡ここ外したらコメント一切見ません。最後ですよね。もう黒いところはちょっと下がって何も見えない。服の方です。そうそうそう。でしかも星は綺麗に撮れると星よく見えるぐらい。新月で月がないとあの明るいものがないから星は綺麗に全部光。ああ、じゃあ星を撮りに行くのには絶好ですね。行きますキャンプ。国神みんなで。バイトでーす。そもそもに私あの17日行った時点で多分親に殺されます。ごめん、17はあのひふみずばのビーチパーティー。あっ、いやー行こうあのでも私どっちかというと好きって言ったらやっぱり出てくるのがあれなんですよ、夏目漱石なんですよね。やっぱりどうしても好きって出てくるのがそっちになっちゃうんですよね。あ、やばい、ちょっと泣けてくるわダメだよ、誰に泣きあさまかしたの高校生の時あの好きな女の子に振られた時に友達親友メンバーに誘われてよしじゃあカラオケ行こうぜっつってカラオケで友達が来るんでしかもあのラブレターで振られたの私あれですよ、友達が振られた時にカラオケ行ってもうこいつ泣かそうと思ってそれ失恋ソング歌ったらあの女尊の友達ボロ泣きしましたよボロ泣きしても拍手ながら頑張った頑張ったっつって。ちなみに15年前の話。わ子供が一人いる。ちょうどこの曲が出たぐらいの時間です。さっきちゃん生まれてないね。生まれてますよ。生まれてないよ。いやいや、だってまださっきちゃんまだ14だ。14で早生まれだから。私あの子すあの子とっくに高校生になってると思うんですよ。しっかりしてるからね。え、なんかもうとっくの昔に高校なんなら 1,2 年ぐらい。え、じゃあ私咲ちゃんとそこそこ仲良かった時あの子中犯罪だ私なぜ急にそう、あれですよね、やっぱり月って言ったらどうしても出てくるのかな。 HY の意味は知っているよね。知らないです。え、マジで嘘です。嘘でしょさすがに。うちの家だったらすぐ分かるよね。いや分かんないですけど。え、あ、世代が違うから。そうだ、世代が違うから。いいですか。H1 の意味をどうぞ。当たったらあげます。省略です。当たったらあげます、はい、東アジアの地名の、そういうこと。いいじゃん、当たったらどうぞやけなんちゅうだから、ね、どうも隣にも、いいまあいいね。綺麗。全部いつかまた会ったな。あ、スミミさんがあれ。あの同級生。歴代の恋人全員に絶対月が出てたら一回は月が綺麗ですねっていう認識です。でそれでこいつの地頭測ってるんですけど。今の一応歴代は全。一人答えきれなかったな。一人クソほどバカと付き合ったからな。そいつ以外は全員ちゃんと理由ちゃんと帰って納得した上で帰ってきてよかったと思います。これあ、いつダメだよ。危ない危ない危ない。何でもない。イーズの最新情報あったからこれ秘密情報。ファンクラブしか知らんこの話は。うん、これ一体多分大変なことだろう。気をつけない。うん、これ本当に大変だろう。危なかった危なかった。ちなみに2曲目はどうします。うん、してないです。でもリクエストだけ入ってましたよ。だけどあの何もないんだったら、はい、何もないんだったら今日流してあげようかな。じゃあ、うん、姉ちゃんのそれ食べてますよ。あ、先日流してます。都会の空です。あ、懐かしいのがある。これなの。そう、楽しみします。ちょっと俺も好きなやつがある。ん？あ、ヒートのお昼間、明日の番組です。ああ、結構意外と知らないんですよね。意外とびっくりしても月が綺麗ですねの意味知らない人結構多くて世の中みんな教養が足りんなと思いながら。あれでしょ、アップルセメリーと言うんでしょ。あ、なんて言いました。
プールスエマヌエルドイツ語のウォーアイニーそうあサランヘヨそうアイラブユーそうドイツ語ではエプルスエブリーこれメールで送ればいいですかいやだこの人嫌いそう意味わかります意味わかんないですあの夏目漱石ってもともと英語の先生だったんですよ、うん、でその英語の先生の時に I love you っていう言葉を訳しなさいって言った時に学生の一人が我君を愛すって訳したんですよでも日本人はそんなにそんなまっすぐストレートに言わない月が綺麗ですねってぐらいでいいよってみたいな、うん、そっから月が綺麗ですねイコール I love you ってそうもう一人女の作家さんはあの I love you のことを私死んでもいいわって訳した名前が出てくるその人与謝野晶子とかヨタノアキコさんだったら私が多分覚えてると思うね多分別の人です誰だったっけなちょっとメッセージをくれてたあ、何双葉亭瞑想あー双葉亭瞑想いや双葉亭使命か双葉亭使命っていう人が使ったんです私あれ欲しいですよね今やっぱ買おっかな漫画倉庫にずっと欲しかった I love you の訳し方っていう本が800円で売られてますよ買おうかな。ずっと欲しかったんですけど、なんか1200円払ってまだ買いたくないなと思ったんで。それが800円で売られてたんで、ちょっと買うしかないかなってちょっと思ってるんですよね。これ見ました。本とか読めないんだけどな。なんで知ってんだろう。誰ですか本。見ちゃった。どっち？え？男の人っすよ。嘘。二択で外れたかクソめっちゃどっちだろうって思ってしまったすごいボーイッシュだったけど髪切ったばかりだしボーイッシュだけどすごい顔女の子だから可愛い系の男の子なのかかっこいい系の女の子なのかどっちだろうと思ってた車撮ってほしいとかえ、可愛い、あ、本当だ全然月がこういう感じ隠れてた、それこそこれですかお、ブルーミー喋った後には2分間だけいや、あれは語れないなやめとこはい、じゃあジングルからいきまーすじゃあ次はコメントから読みますファーティファイブ NAPFC Yo, what's up? I'm from the cell You know the thing that I was talking about はい、時刻は10時13分を回りました。お届けしているのは35ミリと APS-C という会の価格立ちホトンチスタジオです。ということでお先にコメントから読む、ツイキャスのコメントから披露させていただきます。とめさしさん、ゆうたメロンさん、あかねちゃん、キャンノーさん、ゲストさん、リスナーの皆さん、こんばんは。主催生放送お疲れ様です。こんばんは、主催お疲れ様です。シンプリームさんSorry? スプリームさん、亀音の皆さん、おこんばんは。天上天下ゆいが独尊です。ちょっとね、真ん中のね文字がダメな気がするけど、まあ私はそれでもストレートに読みますよ。それはやましいものではない。ということで、武蔵さん、あかねちゃんメガネ似合ってますね。ドツキ立てメガネということで、こちらはドツキとなっております。私の私生活でちゃんと使ってるメガネです。これを外した時点で私はそこの字が読めません。白く、あの白くもやがかかってる、なんか黒い点があるなぐらいに感じですってことで、はい、シュプリームさんが HY の意味は知ってるよねっていうことで、じゃあ、はい、吉田村さんどうぞ。名古屋市にある東焼菜の略です。彼らの出身地ですらしいです。今年20年です。ちなみに私知らなかったですはい、ってことでブルーミーさん、どうも俺です、今から参戦ということで、いらっしゃいませしゃれいらっしゃいませなのかおかしいけど、こんばんは。はい、ということでね、今週のテーマが秋、まあ今月ね、今月か、 秋っぽい、そうだね、今月ですね。さあ10月にもなってね、だんだんもう普通に外も涼しくなってきましたね。そう、私寝る前クーラーつけませんし、もうなんか、そう、寝る前クーラーつけないし、普通に運転する時も窓全開で普通になんか気持ちいいなーぐらいにって走ってるんですけど、正直今の時期が写真って一番撮りやすくないです。
一番最強じゃないです。最強。最強。秋と冬が一番最強だと思うんですよ。うん、被写体的にも。カモいないし。うん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 。いや、カモいない、うん、暑くないから汗もかかない、うん、移動もしやすい、うん、夕方になるのが早いから早めに解散ができる。うん、なんてみたい。じゃあ、夕方の撮影をするってなるとしたら、自分夕日が好きなんで、うん、夕方の撮影するってなると、大概、夏7時半から、下手したら8時ぐらいまでかかるんですよ。うん、それが、この秋冬になると、5時、6時には終わるんですよ。まあ、その分朝が早くなるんで地獄なんですけど、それがいい、すごくいい。あと寒いのが好き。ちょっと沖縄でススキがちょっとね、本土より大きいらしくて、まあ、それ使った写真も今後増えていくし、まあ、この話結構僕の知ってるところ秘密の場所もあるので、ススキ取りに行ったことないの、その話しながらやりたいな。ただこの時期でよく言われるのが、浴衣取ってない子はまだ涼しくなって暑いからまだ浴衣取りたいってこうちょいちょい最近2、3人なんか SNS でつぶやいてる子いたから、はい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 、まあだからやっぱ夏って沖縄長い分10月入ると汗ゆる子もいるのかな。沖縄の被写体さん、いいアドバイスをしておきますね。なんか沖縄で撮影するんだったら1月だろうと2月だろうと浴衣は着れます。地獄のような寒さを我慢するだけで着れます。私はマジでネグリジェみたいなキャミソール1枚で2月撮影したことあるんで余裕だった。いける、みんないける。ベテランですね。ひふみさんのビーチパーティー浴衣で行くのもありかな。おお、あいいですね。私はますます行かなきゃいけなくなってしまったか。10月17日か。そう、それこそ噂したらひふみさんが、そして人肌恋しくなる。いいね、それな。今しっかり叩いたね。可愛い女の子でぬくもりを取りたい。平井茜です、どうもこんばんは。はい、ということでシュプリームさんが、明日は埼玉までコスモスを取りに行くか、日光か、帯帯帯まで帯、おせ、うん、お帯、おせ、あ、おせか、あれまで紅葉を取りに行くか悩み中だから、その埼玉に行くお金のチケットを私にください。毎週行ってる気がするな。そうね、冬そういいですよね。本土はこうやってあの紅葉の季節ね、うん、沖縄紅葉の頃でもないですもんね。なんかないからね、あの春、梅雨、夏なんかグラデーションがあって冬みたいな、うん、からのちょっと一列桜がたまにありますね。あおぜらしいですね。あ、おぜって読むんだ、へえ。ちなみに沖縄は紅葉はないですけど、はい、秋になると松食い虫でやられた松が茶色くなってることはあります。ありますね。それはもはやなん何もない。コスモスもでも沖縄なかったでしたっけ。コスモスはあるんじゃない。コスモスありますよね、名古屋よく、うん、そう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 、金でもあるけど、そこが今畑になったからどうなったの、情報今今年上がってないの、多分あれですかね、コロナ対策とかで全部買ったんですかね、うんうん、可能性あるっけ。悲しくなりますね。ということでメールいきますか。はい、メールいきますか。じゃあメール僕の方で読みたいと思います。はい、35mm と APS-C と愉快な画角たちあってということで、進撃のめいちゃんからメールいただいておりますよ。はい、ではゆうたむらさん&キャンドンさんとあかねちゃん、ゲストさんもいるかな。生放送お疲れ様です。お疲れ様です。先週のビーチパーティーめちゃめちゃ楽しかった。行きたかったな。本当に DJ キャンさん、あ、キャンちゃんがすごかった。行きたかったな。さすが DJ、かっこよかった。再来週の、ひふみさん主催のビーチパーティーでも楽しみにしています。お仕事終わってから参加させていただきますね。そして、今日の写真はその時の写真です。今回ちょっと失敗もあります。そして FM ギノワンが10月1日で開局5周年、本当におめでとうございます。これからも音楽と爆笑の自由なラジオ局としてよろしくお願いいたします。イエイ。ではでは、明日の朝5時起きからのお仕事を寝ながら送信。すげえ、5時か。寝よう、もう起きれる自信がない。これなんかいいっすよね。なんかちなみに、この中でメイちゃん誰だと思います。さっき言ってたじゃないですか。さっきちょうど言ってたじゃないですか。赤、あの、ね、あっちですかね、島ぞ、赤い島ぞりの方がメイちゃんですね。あ、赤い島ぞり、あ、はい、あ、すごい美人さんだ。あ、とても美人さんだ。あ、本当に可愛い。じゃなくて、もしかしたらあの T シャツの顔の人ですか。お姉さま、お姉さま、お姉さま、すごい美人なお姉さま。お姉さまって言ったらすごい喜びますよ。すごい美人なお姉さま。ホワイティ西原さん、めっちゃ美人ですね、本当に。美人さんですよ。すごい美人さん。めっちゃ美人。ダメだ。話が美人で収まった。もし興味があれば、あかねちゃん、ぜひ、水曜日のフリムーンラジオも一度覗いてみてください。お、フリムーンラジオのパーソナリティの方です。あ、これはメール
美人さんにはホイホイされていこう。この写真良くないです？個人的あいいなと思ったんですけど。あざす。この時子供たちの対応してる時ですね。隣のあの席からリクエストをいただきまして、子供が聞きかわってるからこの曲お願いしますって。何流します？ね、一つはオアシスの曲は忘れたんですけど結構渋いやつを流して、子供がもう一つはアナ雪の2の方の松たか子さんが歌ってる主題歌です。あれか、なんだっけ、あのあれあれですよね。もうあれ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 ですよね。あの見てないからわからない。やめてよ、あやめてよ、見せないでみたいなやつ。はい、そう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 。めっちゃ適当。ちなみに電源は持ち込みでやっております。すごい。なので僕の強みはビーチパーティーでもこういうことができる。あーもうすごい美人さんがここにいますね。もうすごい美人、超セクシー。あー素晴らしい。甘の似合う。もう朝日という朝日ちゃんですよ。だから朝日ちゃん6本飲んじゃったな。やばあ、その日っすか。その日でもこの人おかしいから。もう顔がね、出来上がってるから。真っ青、真っ青じゃなくて真っ赤、真っ赤っか、真っ赤っか、すんごい真っ赤。目がうつろになっていいよ。さあ2通目、はい、いきます。2通目の前にアテック上のやついきます。いきますか。あ、じゃあこれはリクエストだけだったから。あ、これはまたちょっと別のやつですね。じゃあこっちか。はい、じゃあ2通目の方いきたいと思います。はい、はい、新しい企画。はい、ユータムロン多分よ、ユータムロンいじろメールということで、ユータムロン多分よ、なんで俺はいじられないのってまた言ってそうな気がするんで、ユータムロンさんの中でこの人は写真を撮ったモデルさんやフリーの方で、この人すごかった、一番だった、あこの人はちょっと怖かったっていう人がいたりしますでしょうか。怖かった人は、イニシャルでも構いません。あもちろんあかねちゃん以外ですよ。そして、ツイッターを見ました。今日は、女性のヒイラギの方がお休みなんですか。いまーつ。あさって試験があれらしい。あさってじゃないよ。いつだろう。何の試験だろう。パパ活の検定試験かな。ちげーよ。ではでは、寝ながら最後まで放送を聞かせていただきますねということで、メールいただきました。パパ活試験、パパ活試験、認定試験、認定試験、何級だろう。何級だろう。1級かな。1級ないから。初段、初段。あ、初段か。マジか。何人のお客さん相手にした初段取れる。ないから。ないから。やべ、楽しそう。いや、返しうまくなりましたね。もうね、あのこれに関してだったらもう乗りツッコミでいいやってなって。もういいやってなんで。いや、楽しいわ。ちなみに、ゆうたむろん、はい、この中の質問でありました、この人すごかった、一番だったっていうのは。すごかった人は意外にこう見えてあんまり全然取れたのが10人前後なんで。あ、そう。しかも自分あのちゃんとしたモデルあんまり取らなくて、はいはいはい、なんか知り合いとか、うんうんうん、繋がりでしかあんまり取らないんで。確かにね、うん、いつもそういう感じで人見知りなんで。はい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 。あ、でも確かに昨日おととい取った子は、うん、初めてちゃんとやったことある子で、はい、結構僕も意外ヒーリング合うなと思って。はいはいはい。しかも切ったばかりであの新しい服買ったんで撮ったんですけど、はい、うん、髪切った新しい服買って、撮って、おととい撮って、この子すごいのは19歳なのに、うん、車マニュアル持ってるんですよ。おー、この車撮ってほしいですって言って、はい、面白かったのが、はい、もう免許取る前からスポーツカーとか調べてたか、親に怒られたぐらいで、で昨日たまたま時間あって満月、うん、なんか星空かなんかで写真撮ってほしいって言われて、急遽ジェイ君も一緒に呼んで知念岬の方で星、さっき満月撮ったんですけど、うんうんうん、これも後で専用のツイッターか SNS でハローかなあげてくださいね。ちなみにその子は車はもう持ってるんですか。はい、持ってます。それも昨日一緒に見たんですけど。車何に乗ってるんですか。あれ何だった、名前が出てこない。写真を出せばありますよ。名前、あ、ストーリーあげてて名前86RX7 RX8 じゃあ調べてる。可愛らしい感じの車、可愛らしいんだった。コペンとか、あ、コペンかな、あれオープンカー、コペン、コペン、コペパン、ギノ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 、写真、写真、写真、ギノ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 、
G の、あ、ミラ G の。すごい、ヒフミーさんとブルーミーさんが当てた。そうそうそう、すごい。なるほど、ミラ G のね。じゃあ当てたお二方には特に何もないです。すいません、僕もあの車大好きなんで、ついついクイズで言っちゃいました。じゃあ後日また、はい、パパカツ TV してる時にカールのゲストだから、はい、この子ちょっとお呼びしようか。だからで、あとあの僕の車が直ったら、はい、ぜひ撮影お願いします。あー、はい、よろしくお願いします。あの一応昨日から修理入れたんで。おお、いつの、いつ戻ってきます。あの1ヶ月ぐらいかかると言われました。あじゃあ治るのが楽しみでしょうか。そう、見て治るから。じゃあ治るから。治るから。治るから。ありがとう。治るから。治るから。まあちょっとせっかくなんで、あの、うん、このジェイクもちょっといろいろ撮ってみたら、そう、はい、ね、はい、一応一回撮られたことある。二回目ぶりですよね。二回目ぶりですよねって言い方をして。前は前回イベントで。そう、あのフォトウォークの時に一緒になったことが一回だけあって。一応一回ジェイクにこの話も振っちゃったんで、まあ、リスナーさんにと、なんでカメラ活動してたか、もう過去のカメラ活動。確かに。そう、何を使って。なんでカメラ始めようと思ったんですか。なんでカメラ始めたかと言いますと、一応もともと父親がカメラ持ってまして、小さい頃に触らせてもらって。このファインダーから見るこの世界というか、うん、景色がとても綺麗だなと思って、それからカメラハマったなーってのが最初ですね。ゲストで来た人で一番いいセリフ残してたと思う。ファインダーうわー、ファインダーから見る景色が美しい。イケメンだイケメンだ心がイケメンな人だ、眩しい。いやでもその気持ちすっごいわかります。やっぱ目で見る感じとカメラ通して見る感じがとても違かったんで。確かにそれはすごく分かりみが深い。ちなみにあの機種何使ってました。機種は今はソニーの α7-3 です。でレンズが 24mm の GM レンズです。おー、 GM レンズなんですけど、一応そのカメラ持ってる前ニコンの、あ、はいはい、キャノンのキス、あ、キャノン昔は持ってました。それでもあの色合い出せるのなくて、これはもうインスタ見た方がいいです。ああ、もうぜひぜひ、風景も、うん、全然そう思って、ゆうたさんにいろいろ教えてもらって、いや、逆に教え合ってる、両方とも高め合ってる、高め合ってる、まあ、いつこの年でやってるカメラの人はあまり少ないんで、うん、もう今22歳、24が多いんで、若いか、めっちゃ上か、うん、間なんだよね、自分たち世代って、ね、なかなかいない、プロもいるって言ったら、まこと兄さんって、噛んでる沖縄では誰だろう、全く分かんないと。いうことで、じゃあまだメールありましたっけ。ないない、メールはもう全部読みました。全部読みました残念ながらね、もう全部読んだんですよね。そう、秋ということでね、うん、秋に取りに行けるものって何。あ、秋の結構夕日とかもいいですよね。あ、この、ね、秋の暗めの感じが、あ、暗めじゃなくて燃えるような赤い空がすごい自分大好きで、さあってことで、じゃあ今ねちょうどゆうたさんがね、あのメールないのって言ったらブルーミーさんが今送ったって言ってるので、じゃあね、ありがとうございます。じゃあ読ませていただきます。あかねさん、キャンノンさん、ゆうたむのんさん、ゲストさん、こんばんは。こんばんは、ブルーミーですこんばんは。先週フリムンのビーチパーティーで、キャンノンさんとカメラ談義に花を咲かせて、めちゃくちゃ楽しかったです。昨日は、カメラを持って出かけたものの雨が降り全然撮れなくてピヤーンとした。ピエーン。なので、また新しい写真を送れないので古いやつから何枚か送りたいと思います。ありがとうございます。キャンノンさん、車の修理できてよかったですね。よかったね。はい、ありがとうございますゆうたむろんさん、写真撮影会やろうぜ。やりましょう。写真してよ。やろうぜ。ということで、35mm で検討、はい、お願いします。モデルもいるんで。はい。マジ。ちょっとあれで、ちょっと。先週盛り上がった話を。はい。やりたいけど、はい、12月まで待って。あの、マジで、あの、今月、来月、試験で死んでる。いや、本当に、あの、マジで、マジで。あかねちゃんのこの都合がつきやすい時に、マジで絶対計画してやる。今月の確か26にエステの実技の試験があって、はい、で11月の頭にアロマの試験があって、で11月の20日にエステの今度筆記の試験があって、はい、でその翌週にあの化粧品検定っていう別の試験があるんですよ。で
12月の頭の3か4かに学期末テストが入るんですよ。意味がわかんな い, いもう1個あるでしょ。テストだけ。あ、パパ活試験。何級取ろっかな。やば、めっちゃあるな。違うか、ということで、はい。じゃあ、ルミーさんからの、メール、写真が来てたんですけど。あ、そうだ。そうそうそう、めっちゃ綺麗。ミハマだ、ミハ。あ、いい。ちゃんとピントが合ってるところに持っていくといいね。やっぱ美浜ってね、取り替えがありますよね、なんでもかね。もう映えだよね、ほんとにね。そう、もう映えしかない。この2枚目なんてもうキランキラン、うん、キランキラン。もう誰が撮っても綺麗な写真になるんじゃないかっていう。そう、ほんとに誰が撮っても綺麗、マジで。でもブルーミーさんのやっぱ切り取りのこの空間の使い方がうまいんだよね。ここが可愛い。うん、ここが可愛い。3枚目すごいですよ。質感がやばい。うわー、すごい。3枚目やばい。ここのこの質感がすごい好き。ねえ、ねえ。あー、これはいい。あー、ここのこのここの前ボケもいいけど、ここにちゃんとしっかりピントが合ってる、これもいい。あー、もういいですね。もう素晴らしい。100点、ボーテだわ、ボーテ。いや、ブルーミーの写真見てると、俺、もう本当にこっちに座って、あのパーソナリティしてるのが恥ずかしくなって。交代少し。変わる時代交代。交代、まさかの完全に多分2人の会話しか、僕たまにいじられるかいじられないかなるじゃないですか。ってことでね、じゃあ軽くコメントも今読みましょうか。はい、お願いします。ってことで、じゃあひふみさんが画角さんたちも10月17日のビーパ来てね、ウィンク。可愛い女の子のウィンクがあったら行きますね。じゃあってことでひふみさん、自分の愛車も5速マニュアルだよ。ごめんなさい、自分全く車詳しくなくて、もうマニュアルとオートマがあることしか知らなくて、なんすか5速って。マニュアルのこの入れるギアの数、うん、自転車で言えば 5段速の重さの自転車も乗らない人間乗ったことないの。普通のやつしかない。電気自転車はない。マニュアルっていうのはギアをチェンジするっていうでしょ。1から2、2から3、3から4、それが5速っていうのは5まであるよってこと。なるほど。ちなみに僕が乗ってたのは6速マニュアルです。やばそう、何かが。もう一段あるっていう。やばそう、はい、スピードが。そう、あ、そう、ひふみさんのそば車めっちゃなんかこう使ったっすよ、なんかもう。でーみたいな。はい、ってことで、じゃあ、スプリームさんが、フィルムカメラを知らない世代やもんな、俺らの時代は自分でフィルムケースにシルクルフィルム詰めたりしてたんやで、うん、フィルムカメラって未だにありますよね、でも。うん、結構また、再ブレイクしてますよね、結構。自分は一応経験ありますよ、一応。小学生ぐらいの時に、おもちゃで持ってたんで。使ってみたいなってあるんですけどね。自分なんかそれこそ、うん、ここによく来るマロニさんが、うん、よく、あ、マロニさんはたまにフィルム撮ってますよ、うん、で、私はまた別の北部の方に住んでるカメラマンさんなんですけど、この人は初対面の時が全部フィルムでした。うん、今思えば頭いかれてるなって思ってます。褒め言葉だけど、ちゃんと毎回毎回なんか定期的に依頼をくれるからありがたい。好き、写真も好き、その人の。そうってことで、シュプリームさん、ん、違うな、ブルミーさんが、やるなら冬の夕方から夜ぐらいがいいな、あそこら辺美浜で撮るとめっちゃ綺麗ですよ、その時間帯。うん、あの時間帯の美浜はマジで無敵、もうペーみたいな感じ。ってことで、シュプリームさん、私変態アニマルよ。ガオ？わかんないな。ってことで、ひふみさん、待って、なんで俺の車知ってるのって言ってるんですけど、前、ひふみズバーに行った時に、はいはいはい、自分遅刻しそうでめっちゃ走ってきたっていう話してたじゃないですか。はいはいはい、その時に着替えてる時の、そのすれ違った時に、なんか人が着替えてるなって思ってたから、あ、なるほど、これかと思って。ってことで、ブルーミーさんがナイトスナップがいいのよねって言ってますけど、そういえばお二方、ってかお三方はナイトスナップに行ったことはありますか？ありますよ。あります？あるあるある。何ですか？どんなかん、ん？何時ぐらいに行きました？どこで何時ぐらいに取りに行きました？那覇近くでやったりとか。ああ、なんて言って何時ぐらいですか？もうすぐ9時、10時とか。ああ、やっぱそれぐらいか。お客さんあります？僕は結構ナイトがメインだったりします。ああ、なるほど。夜空を撮ったりするのが好きなので。あ、そっか。ゆうさんあります？僕も大体夜メイン。あとはこの建物とかが好きで、あとこのクリスマスシーズンとかなったら、パレットくも字の周辺とかイルミネーションやる。わかる。
それを取りに行ったりとかしてました。いいな。今年は那覇にいるからちょっとパレットくも字の、うんうん、あのイルミネーションを、うん、あそう今年こそはイルミネーションポートレートがしたい。うん、なんやかんや言ってやったことがないんだよな。今年こそはやりたいな。ちょっと 35mm で計画しますか。 35mm あのラジオ前に撮りに行って、多分いけるんですよ。あ、だって大体6時ぐらいにもう暗くなるじゃないですか、うん、だから撮りに行って、で撮りに行ってそのまま戻ってきて、あの 35mm でレタッチ会じゃああれ当選して 35mm でいくみたいな。レンズもあ、いいんじゃないです。いいんじゃないです。楽しそう。面白そう。35mm か。まあ、ボヤンズームでもいいし。俺がいけないよー。俺がいけないよ。どうにか無理か。IPC で換算で。無理か。じゃあ、ラジオ終わった後に、あ、で無理だよ。どう頑張っても無理じゃん。ドアが開いても無理だった。土日か無理だよ。ああ、悲しい。土日に行くしかない、これはもう。ティクデラシプリームさんから、東京駅とか横浜赤レンガ倉庫のナイトスナップは映えが半端ない。撮ってみたいなって場所、うん、あれはやばい、マジやばい、あの私の語彙力が消え去るレベルでやばい本当に映えが素晴らしい、マジですごいっすよ。あの赤レンガ倉庫ってめっちゃ赤いじゃないですか、うん、この赤めっちゃ赤いじゃないですか、うん、この凹凸の感じとかすごい、夜だからこそライトアップ、うんされててとか、あとあの電球の明かりだけ、赤レンガ倉庫のところってこうずらーって電灯並んでるんで、それの明かりだけでもまあまあマジで映える、あれはいい。あ、行きたい、また行きたいな。ってことでひふみさんが、建物だったら一時期高架橋高架下、高架下、やっぱこれ、あ、高架橋をセピアやモノクロで下から撮ったりするのにハマった時もあったな。なんか夜町がいるそうな手法だな、うん、っていう話を大概してきましたが、本当に今日なんかカメラの話もちょこちょこ交えたフリートークになってきましたが、いいですよ、はい、お時間をご覧ください。そうなんです、 BGM 切れちゃってます。切れてます。それもちょっと気づいてたけど、お時間をご覧ください。なんと10時37分です。そろそろ2曲目いきますか。はい、ということで今日は進撃のめいちゃんからのリクエストをお届けしたいと思います。エンリケイグレシアスで、ファイナリーファンデュー。そう、で次何話します？ちょっとニコンの10月にまた新しいデータ出ますよ。Z シリーズ。今日メールあと3通来てる。嘘でしょ？みんなメール多くない今日？メール多い。本当だ、ありがてえ。どっちだかったか悲しくなりますよ。いや、ファインダーの返しはマジで普通になんかええー、みたいな言葉が普通にいい。セブンスリーの話に言っていいか。何をするの？セブン。ガカクさん、ニガカクくんにガカクちゃんとガカク様。ねえ、ガカクっていうさ。画角っていうのすごく言いづらいの分かります？めっちゃ綺麗な写真だな。後でちゃんと話すけど、キャンさんの車ってスープラですか？6足ギアの他にバッバッバ。スープラではないらしいです。カンポーエスは多分あれのはず、あのラジオで聞いてるはずだから、ホームページで言うと、あ、そう、あ、うわ、デリの羽もあるんだ。私の顔と同じ大きさ。チョコベビー。こいつこの1個で552キロカロリーあるらしいっすよ。最近私が知った一番衝撃の事実を聞いてください。ブラックザンダーあるじゃないですか、あのちっちゃいの、あの2口ぐらいで食べるそうなやつ、あれ2口、あれ1個で112キロカロリーあるらしいんですよ。驚愕を覚えた最近。怖い怖い、あー怖い怖い。家にブラックサンダーがあと10何個かあるんだよな。今私の家にあるお菓子の部屋にあるお菓子のラインナップがおかしいんですよ。
お酒でも飲んだ前の誕生日と。飲んでない、まだ飲んでない。てかそもそもに今ちょっと飲む時間がない。なんか明日がオフの日以外飲まない主義だから、忙しすぎて飲む時間がない。我ながらにこれいい化粧だな。まあ夜松と飲み会行った時に撮った写真がこれなんですよ。それさに夜松で行って、うん、珍しくないですよ。あとこれあの思想は、うんって意外とこれがちょっとバズってくれてないのも悲しい。あれソニーは売らんかった？あ？ある、セブンズ。わかんない。売るんだろ。それ結構好きなんですよね。セブさんに私の横顔を綺麗に撮ってくれた。ありがとう。あのこの写真よりも。バズってるのがこっちってのが納得。この写真よりもバズってるのがこっちっていうのが納得かいかない。意味わからなくないです。単純にこれ学校の相談から自撮りってあげたらなんでいいねが80持つんですか。かわいかった。理解不能すぎて理解不能なんですよ。多分パパクスティーブこっちは多分あこのキャラで行った方がいいと思うんです。いやです、これが一番。このキャラはきついもん。ブルーニーさん、年末前後あたりがいかがでしょうか。いやそれなら私も忙しくない。いやいやいや、iPhone でも十分。そう、iPhone でも十分、iPhone でも十分。あ、かわいい。なんか俺カメラいっぱいあるみたいになってるけど、2台しかないです。いっぱいあるじゃないですか。2台で十分いっぱいじゃないですか。でも1年で5台機種変してるから。やばっ。どれだけ金ある。俺も今2台だな。で、1個預かってるのが1台と、うん、妹から預かってるのが1台と、4台。あの妹が持ってるカメラがデージ懐かしい、あの NEX5 っていうソニーの、うん、今の5000とかシリーズの前のやつ。ですミラーレスじゃない、ミラーレス、おー APS-C のミラーレスの走り、うん、形がちょっと似てるやつ。ちっちゃく、そう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 。シチューさん行くのかな。悩むの。25日、でも金ねえのと普通に翌日って無理だな、うん、全然好きに使ってください。やばっ待って待って、さらにメールが来て、待って、はい、じゃあまずジングルからいきます。フォトンチスタジオ。時刻は午後10時43分を回りました。お届けしているのはFM ギノワン、35mm と APS-C とゆかい長学たちフォトンチスタジオでございます。今私が言う流れでした。油断してました、すみません。あの、お二人とも油断してましたね、はい、なんか、はい、まあ、はい、まあ、はい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 、デコボコだなということで、じゃあ、あの、メールの方行きたいと思います。めっちゃメールが来て、3通目、返しが上手くなったなぁ、わら。進撃のめいちゃんから。よかった、パパ活専門のひいらぎさん、いるのですな。そう、いるんですよ。めちゃめちゃ返しが上手くなりましたね。でしょ、もうなんかスルーも得意になっちゃっても。そして、本日のゲストさんが、ジェイさん。はじめまして。はじめまして。ファーストソングが HY を選ぶところ、素晴らしいですね。ありがとうございます。あかねちゃん、今まで出た方が悲しくなりますよ。ゲストで来た方で一番いいセリフを残した。ファインダーファインダー、イケメンでかっこいいけれど今まで出た方がいいセリフ言わなかったみたいな感じに聞こえてますよ。
今までゲストで来ていた方もいいセリフ出してましたよ。ではでは寝ながら送信。ちょまた言っていいですか。僕の話一回も聞かない。最初だけやっても終わったらもう終わりか。はい、みんな構ってくれないとね、メンヘラがすねちゃってメンヘラゆうたむろうさんがすねてますよ。僕がさもう喋らなくなりますよ。この欲しがり目。メンヘラゆうたむろうさんがすねてますよ。この欲しがり目。まあ、てことで違いますよ、はい、あくまでも私はあのモア今まで言ってた人たちよりもってこと。モアモア今までもいい人たちはいっぱいいい、いろんな言葉を残してる、うん、もっとモアとそう Yeah? OK? そういうことです。じゃあ次のメールいきます。堀頑張って。画角さんたちに、画角くんに、画角ちゃんと、画角様ひふみ様です。画角くんちょー絶対にひふみのこれ嫌がらせだって。秋になるとシャワー3回が2回になりますね。てなわけで、今回は秋晴れの朝日をバックに大里の歩道に生えている葉っぱの写真っすということで写真が来ております。透けてる感じいいね。いいですね。これムーチーじゃないですか。撮り方絶対大変だったろうな。すごいいやでもこれなんか太陽がなんかちょっと幻想的な、うん、輪郭のない感じで写ってるのいいですね。ちょっとフレアも見えるんで。そう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 。でフレアの入り方もまたおしゃれですね、うん、葉っぱの上にちょっとかぶってかわいい。でコントラストがいい。この右の葉っぱがこの影になってる感じいいんじゃないですか。ふんわりみたいなね。すげくいい。ありがとうございます。ありがとうございます。今の写真で癒されました。続きましてメール、カープボーイです。キャンナンさんの車ってスープラですか。六足ギアの車って他にあったかな、知らないなということなんですけど、スープラではないです。僕が乗ってるのは、マツダの RX8 という車で、最後のロータリー車ですね。はい、カープボーイさんありがとうございます。はい、だから手に入れるのが難しくて愛着があるんですか。そうですそうです。もう今中古でしか手に入らない車で、でなおかつこのロータリーエンジンっていうエンジンがクセモノで、今後出るかどうか見通しが立ってないやつなんで、だから愛着があるんですよ。直ってよかったですね。ありがとうございます。ちょっと昨日一緒に撮った子も車大好きで、はいはいはい、よく茶壇とかでこのうるま市の海中道路でもやってるじゃないですか、はいはいはい、あれも大好きでよく写真撮りに行くって言ったんで、まあ、ぜひこの話も含めてゲストお呼びしたいな。ぜひぜひお呼びしてください、あの可愛い女の子茶壇の猫カフェでバイトしてるらしい。なんだって絶対可愛い子じゃないか。猫カフェが行きたい、癒されたい。でも猫アレルギーだから癒されたい、ピエーンって感じですね。ピエン超えてパンを超えて猫大好きなんですけどね。あら悲しい、うん、はい。じゃあ次のメールいきます。はい、また来たんですか。めいちゃんからリクエストありがとうございます。この曲も DJ キャンちゃんがかけてましたよねということで、夕方から夜にぴったりで最高でしたよ。そして、私も以前チャタン周辺にナイトスナップドライブをしましたねということで、この時に、写真を添付させていただきますねとメールが来てます。あれこれはギノワンの夜景ですね。この FM ギノワンの先から見えるやつですね。先から見えるですね。こっちが好き。はい、2枚目。いい感じに、いい感じに、いい感じ。切り取り方がすごくいい。車から撮ってますから、ちょっとファインダー、うん、こっちが車が、はい、あるプラス、あとこの前ゆうたむろんが言ったこのちょっと電柱をちょっと外すとかっていう、うん、ところをもう少し意識っていうところですかね。縦に使い方がちょっと高さが出ていい感じ。うん、この縦の写真いいですね。ここのこの電柱のギリギリから切ってやったらなんかもっといい感じになった気がする。知らんけど辛口ですね。いいですね。知らんけど私はカメラ詳しくないんで知らないです。もう一つ、あ、もう一、まあ、最後の一枚は、はい、ちょっと斜めってるって感じですかね。うん、これだったら合わせた方が良かったのかな。あ、まあでもいい写真だとは思います、うん、こう前の人がシルエットになってすごい綺麗ですね、うん、いい良き、はい、ということでこういった写真も紹介していきたいと思いますんで、また後ほど後ほどメールを転送しますんでよろしくお願いします。了解です。はい、もう一通来てます。ヘフォームAさんから。ヘフォームAさんからナイトスナップってこんなのということで、めっちゃ普通にめっちゃ綺麗なやつ、めっちゃ普通にレベル高
ちょっとよくわかんない。めっちゃ普通にいいんだけど。これインスタに上げたやつですね、絶対ね。あー、この、この画角はね。あー、確かにいいな。めっちゃ普通にいい。なんか、空の感じがいいっすね。シンプルによー。あ、ちょっと夕日もある。ということで、皆さん今日もメールメッセージの方ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は、この番組は皆さんのメールメッセージで成り立っております。イエス。いや、ま、マスクでちょっと噛んじゃって、はい、ちょっと突っ込まないでくださいね。そう、ちょっと、まあ、ちょ、情報なんですけど、はい、10月に入ってあのニコンも Z シリーズの、はいはいはい、ロックとセブンの2 10月14日あのディーラーレビューの方を出すらしいので、お21時からチェックの方お願いします。21時から21時から何言ってんの。明日14日さ、10月14日14日のやったニコンも、ニコンの水曜日ですね。水曜日の21時から、うん、21時から、皆様方2週間後、はい、じゃあ16日は多分その話ですね。先月ソニーの 7SC と S3、はい、一応やっとなんかジェイクの身近な子が一人、はい、購入したらしくて、おー、いいな。もし使って仲良くアポ取れそうだったら、はい、一回ゲストで呼んで S3 の、7S3 か、うん、のちょっと話できたらなと思います。いい、あれいいですね。ほんといいカメラよね、はい、あれ写真も綺麗ですよね、結構多分意外と、うん、レンジが広いんで、レンジ広い、あのノイズが入りにくいっていうことで、画素数1200万画素ですけど、まあ綺麗でしょ。まあ、まあ綺麗でしょ。やばいな、いろんなの出てくるから紹介したいんですけどね、うん、一回カメラ特集ちゃんと組んでも良さそうしね。やりたいですね、ね、ということで、その前に10月は10月30日ハロウィンで、なんか FM ギノアンでもハロウィンクっていうのあるんですよね。そうです、まあ発表あると思うんですけど、はい、あの20、まあ、FM ギノアンの方ではですね、はい、26日から31日までをハロウィンウィークということで5周年記念の、はい、イベントとして、あのパーソナリティ含めスタッフ陣も、仮装をしてですね、あの盛り上げていこうと思っておりますので、や何やろう、皆さんぜひ今からちょっと考えといてください、うん、はい、多分何も考えてない。多分ディスナーさんが楽しみしてるのはキャンさんとアカネさん、僕はもう多分いいんで、オオカミ男やりましょう。オオカミ男ですか。これ今3つは考えきれたんだけど、うん、何曜日に何をやろうかなっていうのがちょっとね悩んでます。僕そのままでいいですか。もうこれでなんか変なおじさんになってる。何なんだ君はって感じ。あ、なんかあの100、あのあれですよ、ドンキに売ってますよ、変なおじさんの。いや、やっても変わらんよ、これということで、はい、どうしようかな、何やろうかな。てで、キャンさん、さっきあのあれですね、はい、私の推しキャラとかやった時点で私キャンさんに土下座して踏んでくださいって言うんで、そこら辺お願いしますね何やろうかな、本当に俺本気でやっちゃうかもよ。やったあ、じゃあ楽しみです。俺結構人をいじめるの大好きな人間だから、推しに生まれたい願望から私大歓喜だはい、ということでじゃあ最後にコメント読もう。はい、シュプリームさんから、滝の赤レンガ倉庫の話ですね。ライトもフラッシュもいらない赤レンガ近くのマリン&ボークも映えがパンない天使の羽もあって超人気撮影スポットよって言ってるから、うん、行きたい、来年行けたら行きたいな。ブレミーさん、年末、まあ、前後あたりなんていかがでしょうかということで、じゃあちゃんと計画したらしっかりとあのもう企画として出しますね。ということでひふみさん、今回もスマホっすということで、やっぱさっきの写真ですか、あれスマホで撮れるわ、本当にすごいな。ブルーミーさんも言ってますけど、うん、すごい。武蔵さん、キャンノンさん、愛車復活してめっちゃ良かったですね。復活はまだなんですけどね、復活する予定ですはい、ありがとうございます。ひふみさん、俺も何しようかな、期待してますね。私、あれやりましょうよ、黒羊のセバス、黒羊のあのおじいちゃん羊のやつで、武蔵さん、ゆうたむろんさん、そんなことないですよって、ほらみんな褒めているよ、ほら初めて会った時白塗りだったねって。白塗り、え、どう、何のことだろう、全く私もわからない。そういうことね、はい、さあ、あと2分ですけど、てかほぼほぼあと1分ぐらい。あと、カープボーイさんからまた滑り込みでメールがいつ来てるので読みたいと思います。そういえば車の話で忘れていた、さっきケンさんが、あ、ケンさんは、僕多分キャンさんがですね天文学的には、護衛塚番月、ああ、はいはいはい、月のあれですね、三日月とかそういったものがいいって言ったん、
けど、そもそも普通の人は天文学的な写真とかより綺麗な満月が撮りたいんじゃないですかねということでメールいただいております。いや、あの、そうですね、そのツッコミもあれなんですけど、やっぱり月の写真撮るときっていう名目であればそっちがいいですよっていうおすすめですね。なるほど。あの、やっぱり平坦なシルエットになると、まあ他の風景と一緒に写ってると綺麗なんですけど、その単体だけだとすごい面白みのない写真になってしまうので、最低300ミリ以上望遠必要なんで、そうですね、うん、そういった面で僕はちょっと半月とかそういった三日月とかの方が、うん、まあおすすめですよという説明でした。はい、はい、もちろん満月撮るのもいいと思いますよ、うん、はい、ってことで残り30秒となりました。さあ、はい、締めてください。始めましょうか。じゃあもう10月も入ったんで、うん、10月30日はハロウィンと、うん、あとは首里城、何やろうかな、あ、はい、1周年なんで、はい、あ、それも含めて、まあ、皆さん10秒しかないよ、やばい、もうとりあえず秋なんでね、うん、皆さんも楽しく秋の風景を撮りながら一日楽しく過ごしていきましょう。お疲れ様でーす。ダメだ、ユートブルト締めさせたらダメだな、終わらないわ。10回中1回しか成功できてないから締めないわ、この人締めはダメだ。締めてちゃんと、締めよう、次から。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、頼みますね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。